はい。ではよろしいですか、お二人。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、では皆さんこんばんは。MO3 代表の増田です。本日はですね、第2回目ですね、渡辺さん。はい、協力隊に聞いてみたという話で、今度は丸本さん、ST の丸本さんを、お越しいただいてお話をしていただきます。以前と同じように、また、チャットとかも使いながら、こうお話をしたり質問するっていうことも可能ですかね。はい。はい。っていう形をとっていきますので、もしお二人に聞いてみたいこととかあれば、チャットの方に、送っていただければ、拾いながらしていきたいと思いますので、ぜひ、最後まで、で、まあ、積極的に質問等もしていただければと思います。では、早速、渡辺さん、パスをしますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ、今日は、ST の丸本さんに聞いてみたという回を早速始めたいと思います。事前に質問をいただいた方もいらっしゃるんですけども、また今話を聞きながら質問聞きたいという方は、私個人でもいいですし、皆さんにでもいいですし、チャットボックスご利用ください。じゃあ、丸本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。では、早速、丸本さんの今までの日本での経験と、あとはベリーズでの経験、ざっくりこう経歴なんかお話しいただくことできますか？あ、はい。そしたら、自己紹介ですね。はい。はい。ちょっと画面をいただいてもいいですかね、共有。はい、もちろんです。できますか？大丈夫ですか？あ、はい。はい。はい、大丈夫ですかね？見えてますかね？はい、見えてます。はい。名前が丸本和志と言います。よろしくお願いします。岩手の生まれで、今、言語聴覚士をやっています。言語聴覚士としての、臨床経験は日本では5年足らずでして、それまでは、民間の会社でサラリーマンをやっておりました。で、仙台にそれまで勤めてたんですけども、東日本大震災を契機にして、ちょっと仕事を変える決断をいたしまして、仕事を変えまして、で、資格の取得後に、北海道の釧路の総合病院の方に、勤務をしておりました。で、主に脳外の急性期から、回復切り派を、やっておりました。で、2019年の4月から、青年海外協力隊としてベリーズの方に派遣されて、現在新型コロナウイルスの影響で、一時帰国という形で今日本の群馬県の方に滞在しております。はい。で、今日医療職の方が主だとは思うんですけども、そうでない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれなくて、言語聴覚士ってそもそも何っていうことがちょっと疑問としてあるかもしれないので、簡単になんですけども、あと説明させていただきます。言語聴覚士スピーチセラピストと言います。理学療法士、作業療法士さんっていうのはよく耳にするのでご存知の方多いかと思うんですけども、言語聴覚士は結構最近国家資格化された、職種でして、理学療法士さん、作業療法士さんが体の首から下の、機能ですとか、あとは、それを使用した生活動作とかを、機能を失った方に、リハビリを提供するのに対して、ね、言語聴覚士は首から上の仕事ですね、口を使って話すことだとか、聞くこと、あとは食べたり飲み込んだりすることが、病気や怪我とかによってその機能が失われた人に対して、その機能を新たに獲得するですとかのお手伝いをさせていただくというような仕事になります。はい。どこまで話していますかね。ベリーズのことはまだ置いときますか。はい。あ、じゃあありがとうございます。はい、はい、自己紹介いただいたので、私はこうインドでアジア
だったんですけど、ベリーズは本当に日本の真反対の中南米と、いうことで、うん、こう日本のこうリハビリテーションとあとベリーズのリハビリテーションの特徴とかこう比較してなんか違うこととかあったら教えていただけますか？はい、ですね、まず大きなところで言うとベリーズには、リハビリセラピストの、養成施設がまずありません。で、ほぼほぼ、ベリーズ人のセラピストっていうのもいない状況ですね。で、その人員どうしているのかっていうと、ベリーズ、メキシコに接していて、そのメキシコのすぐ上がアメリカっていうような地続きになっているので、あと、まあカリブ海隔てればキューバが、いまして、どれも医療先進国と呼ばれている国でして、そこから、ボランティアですとか、あとは、まあ、団体に登録している方々が派遣して、病院とかに、専門職として派遣されるような形になっています。なので、大きな特徴としては、リハビリ職員っていうのはほぼほぼ、国産がいないっていうことですね。牛乳に頼ってるっていうことになります。そこが大きいですかね。なるほど。はい、ただあ、ごめんなさい。はい、うん、あ、どうぞどうぞ、続けてください。そうですね。結構概念としては、国民の人には、定着はしている感じはします。職種は、国民としてはいないんですけども、理学療法、作業療法、言語療法っていうのをなんだっていうと、結構それがなんだっていう、どういう職種だってことは言える方は多かったような感じがしました。うん、はい、なんとなくこうリハビリテーションについて患者さんとか国民の方はイメージはお持ちですけど、うん、まあ、陽性校とかはないっていう状況なんですよね。そうですね。はい。そうなんですね。ベリーズ自体は、こう、まあ、どんなニーズがあるんでしょうか。国としてはこう、どういうことをこう期待してるんでしょうか、リハビリに対して。そうですね、リハビリに対して、一応私が受けた、要請としては、NGO 団体が運営する小児の、リハビリテーションの通称通いの施設の、マンパワーとして働いてくれっていうことでした。で、そこは公的な機関とは違うんですけども、一応 PT と、ST の部門があって、で、慢性的にやっぱり、セラピストの数が足りないっていう状況で、ずっと募集はかけてる状況でしたね。なので、まあ、国としてのニーズとしてはもうやっぱりもう人員の補充っていうところが第一ですね。はい、そうですよね、はい、まだこう養成校とかがないとまずこう、うん、マンパワーとかあと、まあ、インフラとかそういう問題が一番にこう来ますよね、うん、そうですね。なるほど、そうなんですね。施設では、海外からいらっしゃったセラピストさんと一緒にやってらっしゃったんですよね。そうですね、ST 部門では、私の前にコロンビア人、アメリカ仕込みのコロンビア人の言語聴覚士がいたのと、あとは PT 部門の方では、うん、アメリカ人、アメリカ人、キューバ人で、ベリーズ人の、メキシコの学校に就学中でインターンで帰ってきている学生さん一人みたいな感じでやってました、ね、なるほど、はい、そうなんです。すいません、じゃあちょっと施設のことを少し詳しく伺ってもいいですか？あ、はい、はい、じゃあちょっとまた画面もらいますね。はい、はい、さっきもちらっと言いました NGO が運営する施設です。国の首相の奥さんが理事長を務めてまして、国で唯一の小児専門の通所施設になります。で、そうですね、先ほども言いました専門職の方はほぼほぼ
国外の方で形成されているという形になりますね。はい。で、一応お願いされてた内容としてはこういう形で、リハビリ待機児童の解消に努めてくださいっていうことで、私が来る前、さっきのコロンビア人の ST さんが一人で4年間ぐらいずっとやってたんですけども、評価は行うんですけども、リハビリにまでは手が回らないということで、新規 の患者さんはどんどん来るんですけども、どん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 待機児童が増えていくっていう形で、私が来た時にはまあ100人以上が待っているっていうような数たちでした。はい。で、対象は大体0から16歳の子どもで、発達障害、自閉症の方が多かったですかね。自閉症の子とか、あとは ADHD ですとか、あとは、脳性麻痺に伴う嚥下障害ですとか、あとはまあ全般疾患に伴う言語発達遅滞などが主な対象の疾患になってました。はい。なるほど。そうなんですね。こう私は一応作業療法士としてこう派遣されてたんですけど、あとこう作業療法士だとまあ生活のリハビリとかで、なんとなくこうジェスチャーでこう、うん、こういう練習しましょうかとか、こういうリハビリしましょうかとか、うん、することができるのかな、言葉がちょっと難しくてもできるのかなと思うんですけど、 ST さんのこう場合ってどのように活動されてるのかがすごい気になったんですけど、そこら辺を教えてもらえますか。あ、患者さんに相対しての時の、そうですね、導入っていうことですよね。はいはい、そうですね。成人の方ではなかったので、お子さん、患者さんであるお子さんに対しては、簡単な今日は何しようねっていうような、インストラクションを、とりあえずは伝わらなくても言葉では英語では話しますね。やっぱり大事になってくるのって小児なので親御さんへの説明が大事で、そこはまあ英語使ってしっかりと説明をしなきゃいけないところだったのでやってましたけども、そうですね。まあ、目的だとか、その日やる目的だとかっていうところを子どもに説明するっていうところは、ちょっとまあ難しかったというか、そうですね。どういうところが難しかったですか？なんだろう、僕は英語があまりできなかったっていうのもあるんですけども、僕も実は日本で小児の経験がなくていったものですから、まず子供へのとっつきもちょっと苦労した面もありますし、そうですね、全般的に難しかったっちゃ難しかったんですけどね。なるほど。はい、私も一緒で小児派遣だったんですけど、小児の経験がなくて、これってどう判断したらいいんだろうみたいなことが結構ありますよね。多分これ協力隊、セラピスト協力隊あるあるというか、なんか小児の要請すごい多いですよね。そうですね。やっぱこう日本と違ってやっぱり、そうですよね。途上国はなんか子どもの要請がすごい多くて、けどやっぱ日本のセラピストは高齢者だとか成人相手の方が多いですもんね。うんうん、そうですね。そこやっぱりちょっと乖離があるというか、うん、街歩いてても子供多いなって感じしますもんね、日本と違って。そうですよね。で、技術補完研修とかっていうのは行かれましたか？あ、行きました行きました。一応技術補完研修は協力隊に派遣される前に、その要請があるんですけど、その要請に自分の技術とか知識が少し足りない場合、JICA からこういうところに、研修に行ってくださいっていうような要請の前のちょっと要請みたいなのがあるんですよね。そうですね。これちょっと学んで行かれたってことですよね。そうですね。でも付き合い際ですからね、なかなか。
そうですよね。うん、細かい部分っていうのはやっぱちょっと難しいところがありますそうよでね。すね。うん、はい。ちょっとメッセージをいただいたので読みますね。はい。亀さんから、海外での小児の ST とても興味あります。私もマレーシアで小児お手をしていて、ST の需要のある子もたくさんいました。ただ ST 不足もあり、言語面も OT がカバーしてました。言語を教えることがとても難しいなと感じました。あ、そうなんですね。もしお話があれば全然、ミュートを解除していただいても大丈夫です。ご意見ありがとうございます、亀さん。やっぱりST は、すごい需要がありますよね。OT がカバーしてる国も、インドもそうだったんですけど、やっぱ多いなっていうふうに思いまそうしですた。ね、絶対数でやっぱり少ないっていうのもありますし、あとはやっぱり言語のことがあって、なかなか例え英語が母語の人であっても、やっぱり英語圏に限ってしか行けないだとか、第二言語のところに飛び込んで行きづらいっていうだけで、やっぱりちょっと幅は OT さん、PT さんに比べるとやっぱ狭まるのかなっていう感じはしますよね。なるほど。そうですよね。第二言語っていうのは、例えば、自分がってことですよね。そうですね。日本語を知ってて、英語とかスペイン語とかってことですよね。そうですね、確かに、そう。そうですよね。言語面で、現地で、セラピーすることとかは、とか介入することって、ありましたか？言語の治療をしたかっていうこあ、そうです、そうとでです。すよね。はい。ありました、ありました。一応、言語を発達したいって、簡単に言うと、5歳になっても、他と他の言い訳ができないよ、他かって言いたいところを他って言っちゃうようだとかっていうところを、ざっくり言うと、そんな感じの、言葉の遅れ、獲得の遅れがあるお子さんですとか、のケアも一応させていただいたりしまして。ただ、なんだろう。パッと聞き、ST さん言語が違うところでリハビリやるの難しいんじゃ、とは結構言われるんですけど、こと、その小児の言葉の獲得っていうところに絞れば、訓練では、そんなに難しい言葉を教えるわけではなくって、例えばそれこそその他をちゃんと言えるようにっていうような単音、音のレベルから単語のレベルぐらいまでなんですね、教えるのが。なので、そこまで複雑な言葉ですか、文章を扱うわけではないので、教え方としては優しいですし、やり方としても、言葉の獲得っていう段階は日本人も外国人も大体同じではあるので、そんなに、苦労がなかったっていうわけではないですけども、一見するよりは難しいことはないよっていう形ですかね。なるほど。多分 ST さんで協力隊に、携わりたいっていう方で、応募したいっていう方で、多分、でも言語、自分あんまり喋れないし、大丈夫かな、多分不安にも思っている方が結構多いのかなとか思ったんですけど、そうです例えね。ば、これに挑まれる前に何かご自身で準備されたこととかってありますか？そうですね。今日 ST さんがいるかどうか、多分いないんじゃないかとは思うんですけども、私に関しては、ST で海外行って仕事をやろうっていう立場のものとは思えないぐらいのちょっと努力のしなささだったと思うので、いや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 。多分、
現にその同僚にあったその先に聞いた ST さんには、はいはい、何しに来たのっていうことを言われたぐらいのあれでしたからね。そうですね、若干初代ですか。初代です、私は。あ、なるほど、1代目です。はい、そうですね。で、結構募集自体はその施設4年ぐらい前からかけてたみたいなんですよね。なんですか、待望の。JICA に対して、そう、待望のって言って開けてみたら全然僕が来たっていうんで、すごいがっかりされてたのがあって、うん、そうですね。まあ準備、そうですね、協力隊の要請自体が ST って PTOT に比べて本当に少なくて、 OT さんだとどのくらい毎回あります？毎回はちょっと分かんないんですけど、私の時期は20件くらいでしたね。ST さんすごい少ないですよね、募集自体が。ね、3件か4件ぐらいなんですよね、うんうん、もうちょっとあるかな、5、6件ぐらいで。そうですよね。そう、うん、それで何言おうとしたんだっけ、忘れちゃいましたね。募集がさっきのこう、うん、がっかりされたとかそういうのはなんか、うん、多分初代だとこう、うん、やっぱこの人ってどういうことしてくれる人なんだろうっていうのがなかなかこう伝わりづらいし、多分国際協力っていう概念自体も多分こう、うん、相手、私も初代なんですけど、こう伝えるのがやっぱすごい難しいなっていう風に、うん、なんかそれ、そう、私 JICA とはとか、あと、うん、こういう青年海外協力隊とはみたいなところからこう説明したり、信頼関係築くのがすごい難しいなって思いました、こう OT とかの前に。そうですね、それはありますよね。はい、で、まあ、僕は、まあ、マンパワーとしての要請だったので、まあ、やることは一つっちゃ一つだったんですけども、うん、まあ、それの期待にはちょっとそういう、まあ、当初は添えなかったっていうのが、で、そうですね、まあ、ちょっと悪いことをしたなと思って、まあ、その事前準備という話だったのでそこのところをもう少し、まあ、やっとくべきだったのはもちろんだなとは思いました。ただやっぱりその成人の要請自体っていうのが、さっきも話がありましたけども、やっぱり途上国関係全般で見ても、まあ、割合として少なくて、で、まあ、いや、無えずって言ったらあれですけどね、まあ、自分の、まあ、経験を生かせればとしてではない、まあ、勝利になってしまったというところがちょっとあったので、まあ、そうですね、もし、まあ、うん、うん、なんか私もこう経験と違ったものがあったんですけど、うん、もしかしたらベリーズも一緒かもしれないんですけど、まだこう作業療法だとか、そういうリハビリテーションとかの概念自体がまだ未成熟というか未整備の部分が結構あったので、まあ、こう小児とか高齢者も多分そういう概念とか考え方とかこう物差し的なところは一緒かなと思って、そういうところをこう伝え合うとか、そういうのもなんか大事なのかなとか思って、なんか取り組みを。そうですね、うん、自分自身は知ってたところがあったなって今お話聞いて思いました。うんうん、確かにそうですね。はい、そうですね。はい、じゃ今30分弱くらいこう2人で話してたったんですけど、もし皆さんの中からこうなんか質問だとか、こういう話もっと聞きたいとか、そういうのがあったら教えていただくこと、チャットで送っていただいてもいいですし、直接、ミュートを外していただいても大丈夫ですか？何かありますか？ちょっと話しづらいっていう方も多いと思うんですけど。渡辺さん、直接聞いてもいいですか？はい、あ、はい。では、いきなり私が質問します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いえいえ。私、まあ、タイにいるんですけど、はい、自分の
クライアントさんで ST の方いるんですね。タイに駐在で来られてて、別に働いてないんですけど、うーん、まあ、私こうやってね、いろんな方をちょっとこう海外の話を聞きたくていろいろ聞いてるんですけど、海外に ST っているんですかって聞いたら、その人は、まあ、いや、なかなか聞いたことないですっていう話だったんですね。で、なんかやっぱりその難しいっていうのが、そのなんかこう発音って現地の言葉のなんかその航空の動きがなんか難しいから、海外でなかなか ST って大変だよみたいな話聞いたんですけど、実際そういうところはどうなんですか？そうですね、さっきもちらっと言ったショーニーで音一つとか、それを使った単語一つとかの指導ぐらいのレベルまでだったら、まあ、割とその言語を事前にある程度勉強さえしていればなんとかなると思います。ただ、対象がその成人の人だったり、リハビリの目的が仕事に戻るだとか、そういうもう実用的な会話っていうレベルになると、やっぱりそれだけ自分もそのレベルまで言語をやっぱり使えてる必要もあるかなと思いますね。で、英語、僕は英語がその対象言語だったんですけども、ある程度経験がありますもんね。日本でもずっと小中と勉強してきたっていう。ただその協力隊ってなると、派遣される事前の2ヶ月間の中で新しい言語を獲得しなきゃいけないっていうグループもありまして、でそうなると全くその未知の言語を、例えばそのただ単に舌の使い方をうまくすれば伝わるっていうんじゃなくて、そのイントネーションですとか発音の強弱で意味合いが全く変わってくるような言語を扱うっていうことになると、やっぱりそれだけ難易度はやっぱり高くはなると思いますね。ありがとうございます、はい、このお話またその方にお伝えしておきますので、いましたっていうことを最初にしておりますあの字は打ち任されてたってちょっと言ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと一件質問があったんですけど、派遣前にリハの対象者が小児か成人か分からないのでしょうかっていうのがあるんですけど、丸本さん答えていただいてもいいですか？あ、大丈夫です。はい、協力隊応募したことがない方っていうふうに捉えて回答させていただきますけども、協力隊の、募集が定期的にかかって、で ST だったら ST どんな、国でどんな仕事内容を募集してますよっていうのが、まあ、ネットにずらっと出るんですね。でそこに大体その私の場合は施設だったんですけども、施設ではどういうことをやってて、どういうことができる方を募集してますっていうところにがちゃんと出てきます。でそこで、まあ、小児なら小児分野の経験がある人ですから、まあ、経験不問ですとか、まあ、そういったところも、まあ、結構まあ細かいところまで書いてくれてるので、事前に分かることはできます。なるほど。そうですよね。事前にこう分かるんですけど、で希望も一応出せるんですよね。ですけど、一応面接とかをして、まあ、その通りに行くかどうかっていうのは、その在家本部次第っていう感じですよね。そうですね。蓋を開けてみないと分からない、ところですね。はい、大丈夫でしょうか。他に、お、亀さん、日本語と英語の言葉を教えるということにおいてどんな違いや同じ点があるのか教えていただきたいです。ちょっと専門的な話になりますね。亀、さん、もしよかったらご自身でミュート外して細かく丸本さんと話していただいても大丈夫ですけど、大丈夫ですか？もし必要があれば外してください。あ、じゃあお願いします。はい。言葉を、獲得するところの違いですよね。一応まあ、テンプレの回答ではあるんですけども、言葉を赤ん坊がおぎゃって生まれてから、
徐々に喋れるようになるまでの、まあ、その機序っていうのは大体その全人類ほぼほぼ分かんない、ちゃんと全部の語学を勉強したわけではないんですけども大体はまあ同じだっていうふうに言われ同じだっていうふうに思ってます。で、まあ、その過程で、まあ、いろんな障害があるお子さんがいて、まあ、どういう理由で獲得ができないのかっていうところに、まあ、焦点を当ててリハビリを行うんですけども、まあ、やり方メソッドとしては、まあ、一応同僚はアメリカ人コンビのセラピーをやってたんですけども、まあ、やり方としては一緒でした。日本でもアメリカでやってるスタイルとしてもですね。ただ、なんだろうかな、英語と日本語の違い、そうですね、日本語、そうですね、年取れば日本語は、まあ、漢字、ひらがな、カタカナっていうのが出てくるんですけども、まあ、英語はそれがないっていうのはありますけども、まあ、僕がやってたのはそれ以前の子どもたちだったので、まあ、アイウェイを書きかけこの50音どれかができないっていうのか、アルファベットの ABCD のどれが言えないっていうのかの、まあ、違いぐらいですね。で、やっぱり、共通なところ、獲得しにくい言葉があるっていうのも同じで、赤ん坊、一番最初に言いやすくなる言葉は、まあだとか、パーだとか、ママだとか、パパだとかっていうような唇を使った音ですね。これが一番子供にとっても視覚的に分かりやすくて、真似がしやすいっていう。で、難易度が上がると、ラだとか、カだとか、ベロの先っちょだとか奥の方を使うようなちょっとベロの複雑な動きが伴う音の出し方っていうのが割と難易度が高くて、3歳4歳になっても獲得できない子っていうのは健常でもざらにはいるんですけども、やっぱりアメリカも同じようで、なかなか真似しようと思っても見ることができない口の中の舌の複雑な動きを伴う、同じですね、R の音だとかはやっぱりアメリカの人たちでも苦手な子は苦手だったりもします。L もやっぱり苦手ですね。うん、そういうのは同じですね。使う音は違うけども、その下の高知性、細かく使う動きっていうのの獲得の段階はやっぱり同じというか、全く同じではないですけども、その難易度的にはやっぱり難しいものは難しいしっていうようなところは同じですかね。なるほど。ちょっと ST さんがもしかしたらいるかもしれない中、ちょっとすごい素人な質問で恐縮なんですけど、いや、なんかいないんじゃないですか、大丈夫ですか。日本語ってなんか単語自体が結構短いものがなんか多いのかなと思って、はい、例えば駅とかなんかって思ったんですけど、うんうん、例えば英語とかってステーションとか、うん、あとシンクロナイゼーションとか、うんうん、こう名詞化するとネーションとかがついたりして、うんうん、なんか一単語がなんかめっちゃ長くなったり、インバイロメントとか、うんうん、なんか、うんうんうん、私が多分純日本人だから発音がすごい難しく感じるのか、あと、まあ、長いから難しく感じるのかなと思うんですけど、うんうん、そういうところってやっぱりこう発音しづらく、例えば麻痺の影響とかでやっぱ難しい単、うん、長い単語はやっぱ発音しづらいとかってあるんでしょうか。おそらくなる、難しくなるかとは思います。ただ乳幼児、まあ、乳児はともかくして幼児期、学童期でもおそらくそんなに長い単語ってちょっと分かんないですけど、学校の教育の中でどのくらいの難易度の単語を扱うのかは分からないですけども、結構まあ、向こうでやってた時も、コロンビア人 ST に、こういう単語はまだこの子には難しいから、もっと簡単な単語にっていうようなことを そういうのを使ってっていうふうに結構言われてて、で、日本で
1モーラ、2モーラ、3モーラってその音の単位を言うんですけども、うん、でモーラ数が少ないほどまあ簡単な単語、うん、で、アメリカ英語の方ではまあ1シラブル、2シラブルっていうその単位で使って、で、最初はやっぱり2シラブル、1から2からぐらいのシラブルの単語数で、うん、まあ、どん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 語彙数を増やしてっていうようなやり方をやるので、まあ、成人のリハになるとやっぱり長い単語は使う必要が出てくるとは思うので、そこはやっぱりいろんな配慮がしなきゃいけなくなってくるんだろうなと思うんですけど、まだそこのちょっと経験がすいませんないもんですから。いえいえいえ、うん、じゃ基本的には日本語と演習の仕方は一緒で、まあ、長い単語はよりも、まあ、短い単語で段階付けしてやっていった方が、うん、まあ、いいんじゃないかなっていう。そうですね、うん、そう思います。はい、あ、なるほど、ありがとうございます。あ、じゃあヒルムさんですね、こんにちは、ST です。マンパワーで行かれたとのことですが、国として今後のリハビリに対する政策はあるのでしょうか。養成校成立するなどっていう難しい質問が来ました。素晴らしい質問だと思います。そうですね。まあ、養成校大事ですもんね。こう ST とか発展させていくためには。ですね。そういったお話とかってあるんでしょうか。ですね。動きとしては私の見ている限りでは、養成校を作ろうっていうところはなくてですね、で、まあ、言い方あれですけど、まあ、完全な依存体制といいますか、とにかく外から持って人を輸入してこようっていうところと、あとは、そうですね、現実的に作れるのかどうか、私もそこが、まあ、一応要請としてはマンパワーだったんですけども、これから将来にわたって支援を続けていくにあたってはやっぱり養成校なりその教育システムっていうのは必要なのかなって思ってまして、ただその、中学校高校の、子供と生徒さんたちの、まあ、将来の夢というか、まあ、選択肢の中にそのセラピストっていうのが結構薄い、まあのかな、選択肢としてないのかなっていうのをちょっと気にしてまして、施設にも学生さんが結構インターンで来てたので、まあ、ちょっかいかけて聞いてたりはしたんですけども、リハビリどうみたいな、考えてないとかどうやったらいいかわからないとかっていうのも声もありまして、でちょっと我々その今僕は1年間だけ活動して帰ってきたんですけども、これからやろうかなと思ってたことの一つに、その高校ですとか大学にちょっと出向いてってリハビリの啓蒙活動っていうのをやっていこうかなっていうのは考えてた段階だったんですよね。養成校設立とかだとやっぱ国の、まあ、財政経済状況とかが関係すると思うんですけど、まずこう高校生だとか大学生に対してまずリハビリ職種っていうものがあるんだっていうことをこう知ってもらうことはやっぱ 大事ですよね。そうですね、そうですね、まずはそこからかなと思います。ただ、まあ今の現段階では、そう、まあ、行きたいってなったら、行く先はメキシコ、アメリカ、キューバはあまり聞かない、メキシコ、アメリカの養成校行って、で、行ったらおそらく帰ってこないんですよね。向こうの方が給料がいいので。なので、しっかりその、国に帰ってきて、まあ、現地で働いて活躍してもらえるようなシステム作りっていうところまで何か国が見据えてやってくれるとすごくいいなっていくとは思ってます。はい、お給料はそのベリーズより他の国とか、ま、周辺国で英語喋れる国の方が良さそうなんでしょうか。ST さんの給料だと、そうですね、まずベリーズではその
私もちょっと把握してなくて、病院でリハビリがどのくらいやられてるかも分かんないんですけども、おそらくそんなに、大々的にはリハビリっていうものを病院でもやってない様子 でセラピスト数自体も少なくて、で診療に対する報酬のシステムっていうのが公的にはまずもちろんなくてですね、でどういう病院に仮にいたとしたらどういう形で支払ってるのかは分からないんですけども、そのまあ、個人でクリニックなり開いてやる分には、でもそうですね、かかる方々の経済平均的な経済状況っていうところの兼ね合いで値段設定っていうのをするかとは思うんですけども、そんなに多くは取れないんじゃないかなと、プライベートで開業したとしても、なるほど、感じはしてますね。なのでやっぱりお金が稼げるってなったら北米の方に行くのがやっぱり行っちゃうんじゃないかなと思います。はい、そうなんです。なんかこうアメリカとかからこう勉強された方がこういらっしゃったりとかするっていうお話を聞いて、ちょっと前にこうこの、MSD のセミナーでシンガポールでのこう治療経験をお話ししてくださっている方がいらっしゃって、シンガポールもなんかこう先進国のように見えて陽性校が1校しかないっていう話をその時に聞いて、本当にオーストラリアだとか海外からにちょっと言い方悪いですけど頼っているような状況で、なんかもうそれはそれとしてこうなんか割り切っているようなところがあるんじゃないかみたいなお話を聞いて、ベリーズもこう私のイメージはすごいアメリカってなんかこう先駆的 なんかリハビリテーションをやってるようなイメージがあったので、なんかこうそういう国としてのなんか方針なのかなって今漠然と思ったのと、なんかこう質とかは結構アメリカの先進国のもので、基本的にはこう良さそうな感じのリハビリをしてるんでしょうか。そうですね、現場のリハビリをする環境っていうものは、その勤めてるアメリカ人ないし、キューバ人とかで作り上げてしまっているので、完全にそのアメリカスタイルでやってるというか、その機器の、あるなしっていうのはあるとは思うんですけど、もう最新機器があるかないかっていうので、それで提供できるリハビリがあるか。ないかのあるかと思うんですけども、基本的にはその人たちの経験に基づいてやっているので、アメリカ仕込みのものが提供できているかなとは思います。はい、それとかでもメリットの一つですよね。こうそうですね、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあヒムさん大丈夫でしょうか。すいません、ちょっと論点がずれてしまったんですけども、次PH さん、PT さんです。カルテの記載方法や管理方法を教えてほしいということなんですけども、カルテとかってありましたか？ですね、ベリーズの国自体で、国民の健康情報っていうのをまとめた、電子システムがありまして、一応それにです、病院とかにかかると、それ、電子カルテですね。で、病院とかにかかると、その人の、情報がバッと記載されて、で、提携のある医療施設等々では、パソコンを使ってその情報にアクセスすることができるようになっています。で、私たちの施設でもそこに入ってはいたので、一応リハビリをやった後は、リハビリ職の医療職の方なら分かるかと思うんですけども、ソープっていうような、その日やったリハビリの内容ですとか目的ですとか、次の展望ですとかっていうのを情報をまとめて打って、でまたその、健康情報システムに送ってあげてっていうような形でやってはいましたね。はい、そのシステムは誰、セラピストが全員アクセスできるんですか？医師とかもアクセスできるんですか？そうですね、主体となって使っているのは医師看護師ですね。はい、そしたらこう自分の施設だけじゃなくていろんな施設が
そこに自由にアクセスできるっていうイメージでしょうか。そうですね、おそらく、まあベリーズ病院が公立で7つで私立で2つだったかな、あったと思うんですけども、あとは地方にはちっちゃいクリニックとかあると思うんですけども、おおむね多分見られるんじゃないかとは思います。大きい病院は確実に見られるかと思います。はい、でも情報がこうやり取りしやすそうでいいですよね。経過も分かりますね。そうですね。ただなんか問題になってるのが、同じようなシステムがもう一個並行してあって、でそことの住み分けができてないっていうのがあって、それがまあ問題にはなってましたけども、まあその電子カルテの A バージョンと電子カルテの B バージョンっていうのがあって、全く別の出自で作ってしまったもんですから、なんかそこがまあごっちゃになってるっていうようなところの問題点はあったみたいですけども、一応形としては、そういうのがあるってとこです。そうなんです。わかりました。はい、一応インドはなんですけど、特に決まりはなくてですね、私の施設はカルテ記載はなかったです。で、で一応患者さん情報とかは患者さんが常にも管理しているような紙をこう持ってきて、何ですかね、診察券代わりに出して、そこに全部プログラムとかが書いてあって、それに従ってやるっていうような状況なんですけど、病院によりくりで、例えば、私立プライベート病院だと、本当に日本と同じようなカルテ記載したりだとか、あとは、まあ、病院できっちり保管したりだとか、結構個人情報とかも配慮されているような、本当にほぼ日本と一緒っていう病院もあって、病院によりきりっていう感じです。はい、でした。はい、はい、ルームさんコメントありがとうございます。はい、こんな感じですね。あと、事前にいただいた質問を1点させていただいてもいいでしょうか。はい、JICA 派遣員になるために、仕事を辞めなければならないと思うのですが、そこで苦労したことってありますかっていう質問をいただいてます。はい、苦労したこと、丸本さんは退職でいらっしゃってるんですよね。そうですね、僕は辞めてきました。はい、そうですね、苦労したことは、まあ特にないといえばないんですけども、北海道の釧路の病院で、そこも本当に人が来ないとこだったんですよね。日本の果ての果ての地だったので、東の一番端っこの方なんですよね。でなかなか若者の娯楽もないとこだったので、若いセラピストがなかなか定着しないっていうところで、年中マンパワー不足で辞められたら困るっていうようなとこだったんですよね。ただ僕も一応5年目処にっていうところで働いてて、まあ辞めますっていうところを1年、ちょうど1年前ぐらいからもう言い始めていたので、まあそのまますんなりと急に言ったわけではなかったのでなるほど、大丈夫でしたかね。まあ普通に社会人として前もって急に言うんではなくて、ね、まあ、前もって患者さんの引き継ぎをしてってことですよね。そうですね、なるべく前もって言ってた方がいいかと思います。はい、はい、私も同じくですね、一次試験二次面接であるんですけど、私も一次面接なので、辞める半年以上前に一応伝達をしました。はい、そうですね。他に何かあればコメントを、ちょっと想定してない質問を私からしたいんですけどインドは、すみません、ちょっと横やりで、インドはすごい言語がいっ
ぱいあるんで、あ、はい、前も何回かお話ししたんですけど、多分、うん、なんか方言とか含めると300とかいっぱいあるんですけど、うん、なので1人3言語とか話せるのが普通なんですね、うん、で私の施設の隣に、うん、ST さんの養成校があったんですけど、うん、そちらにちょっとお邪魔した時があって、どういうふうに言葉をこう教えてるのかって聞いた時に、日本でもエカードってありますよね、なんか ST さんが使っているエカードに、英語とヒンディー語と、あと私の地方ベンガル語っていうバングラデシュの言葉があるんですけど、三角語をこう3つ、例えば犬だったら犬の絵が書いてあって、犬のそれぞれの単語が書いてあって、なんか例えば子どものような こうこれから言語をこう習得していく子とか、あとはまあこの卒中とかで後発的になられた方とかって、やっぱこう言語がたくさんあると混乱すると思われますか？丸本さんの地域も確かクメール語でしたっけ、何か現地語がありました。僕のところは、スペイン語と英語が住み分けられているような状態でした。はい、はい、混乱をするか、失語とかになってっていうことですかね。そうですね。なんかこう協力隊でもし、なんかこう、そういう経験からでもいいですし、まあ、何かこう、思い当たる点があれば。うん。二カ国語以上の三カ国以上の言語を操るってなると、ちょっと文献も読んだことがわからないので何とも言えないんですけども、うん、その二カ国語だったとしたら、その言葉を使用してた割合にはだいぶ左右されると思います。完全にその日本語ベース、日本語と英語だったら日本語ベースで喋ってれば、例えば脳に損傷を受けて言葉があってことになったときは、やっぱりその、まあ、もちろん日本語の方がなんとか出しやすいですし、外からの刺激もやっぱり日本語に反応しやすいっていうのはあるとは思います。で、あとはそうですね、また新たに獲得っていうことになってあれば、その公用語として何が使われているのかっていうところで、その比重を置いていくのは、まあ、大事というか、なんというか、ちょっと質問からそれるかもしれないですけども、字はやっぱりスペイン語と英語で成り立っている地域なんですけども、公用語は英語 で学校の授業も全部英語で行われるので、家でスペイン語を使っている子はやっぱり途中から無理やり英語を、ま、覚えていかなきゃいけなくて、でそこでついていけなくて退学しちゃう子と話っていうのは結構聞くんですよね、はい、で、うちのそのコロンビア人の ST は結構なんていうんですかね、イケイケな人だったので、言葉をまあ獲得して、この子これから学校行くんでしょう、じゃあもう英語以外では話さないでっていうことで、もう施設の中でも英語以外は使うなっていうことで、全部環境統制してっていう形でやってたりもしたので、まあ、獲得したい言葉に合わせて、まあ、ある程度ちょっと強制力働かせて無理くりやるっていうのもちょっと手っちゃ手なのかなとは、まあ、よしあしだとは思いますけどね。すいません、ちょっと質問のあれから外れてしまいましたけど、やっぱそこはすごいこう多言語な国って、そういうところがやっぱすごい難しいですよね。そうですね、そう思います、うん、あと家族でこう使っている言葉と学校に行っている言葉が異なると、なんか喋れるのに環境によって喋れなくて、あれこの子はちょっと障害があって喋れないのかなとか、なんか学校の先生から思われたりとか、あと逆にこう家に帰ってきてこう混乱しちゃって、うん、な言葉が出てこないとか、そういう事例もなんかインドでなんか聞いたことがあったので、なんかそこら辺は、なかなかちょっと難しいなっていうふうに
そうですね。感じました。そうですね。僕自身でもその感覚的にそのなんだろう、運動だと基底核レベルからっていうんですかね、その無意識にもうやれちゃうっていうのを言語の面であのバイリンガル操るっていう感覚が僕自身の中でわからない、まだその英語がそこまで流暢ではないので、どんな状態になっても英語も出るし日本語も出るっていう人の感覚、その寝言を英語で言っちゃうだとか、うん、日本人なのにっていうぐらいのレベルになると、どっちが果たして出るのかな、その脳損傷を受けた時にとか、そういうのはちょっと、うんうん、まあ疑問としてありますけどね。そこまたなんか研究してみたら面白そうな分野かもしれないですね。うん、なるほど。すいません。難しい質問だけでしまって。すいません。勉強になりました。ありがとうございます。びっくりしました。あと、残り5分くらいで、もしコメントがなければ、そうですね。最後に、ご協力隊として活動して、例えばこれは一番成功したなっていうこととか、逆にこれは一番こう苦労したことだとか、あと失敗体験とか何かあったら共有していただけると嬉しいです。はい、わかりました。そうですね、成功体験、まあこれをやったなっていうことでは、まあ具体的なものでははないといえばないですけども、我々は途中で帰ってきてしまって、まだ志というか、まあ、なんかあのやってる途中だっていうのがあったんですけども、まあ、協力隊まだ行ってらっしゃらない方であれば、その協力隊をどういうものとして捉えてこれに参加したのかっていうところで考えれば、まあ、僕の場合はその協力隊の活動を終えた後に、その国際協力で ST で何かできることがないかっていうところを探すための、まあ糸口見つけるための協力隊っていう気持ちで参加していたので、まあ、1年経って1年間やってみて、まあ海外で ST として働くってこういうことなんだってのが、まあちょっとつかめたり、あとはまあそうですね、あの ST のいろんな国の ST の人とまあ関わることができて、世界の ST っていうところをまあ知る視野がまあ養われたりっていうところで、まあ得られたものは大きくかなと思ってます。で、まあ、1年の活動ですけども、まあ、これ今までこの1年で得たものをきっかけに、まあ、新しい持てた新しい視野でもって、まあ、十分に、まあ、次のステップ何がやろうかって考える材料にはなったので、すごくそこは得られたものは大きかったなとは思います。あの当初目的としてたものは、まあ、半分は得られたのかなとは思ってますね。はい、逆に失敗したことは、まあ、さっきも言ったんですけども、経験と語学力不足っていうところで、まあ、そうですね。まあ、何をやりたいって思って、具体的な、何かしてやろうって思って行ったんではなくて、そのステップアップのツールと位置づけて、すごくまあ、手前勝手な発想ですけども、そういう目的も、一つあって行ったので、僕はその経験のあるコロンビア人 ST がそこにずっとやってるっていうのも事前情報もあったので、まあ、そこを選んだっていうのもあるんですね。で、海外でやってた ST さんに学びたいっていうのがあって、そこを選んで行って、まあ、勉強させてもらって、まあ、1年間やってたのは本当に臨床実習生みたいなことをにとどまってましたので、まあ、そこで、まあ、なんだろう、まあ、失敗というか、僕は自分がやりたいことをここでやれるからっていうんで行ったんですけども、まあ、要請としては、まあ、待機児童をさばききれる ST が来て、それを助けてほしいっていうのがまあ要請だったわけですから、そこにまあ、答えられる能力を、まあ、持たずに行ったのは、まあ、申し訳なかったなとは
思いますがね、そこはまあ失敗というか、まあ、やっぱりなと、まあ、案の定だなとは思いますけども、うん、まあ、悪いことしたなとは思います。なるほど。そんなところです。はい、同僚とかと、こう、なんかそういう、治療、臨床以外で、同僚とのコミュニケーションだとか、こう、うん、活動始めてから、今まで、なんかこう、こういうことに気をつけたとか、そういうこととかって、信頼関係を築くためにどうしたとかって何かありますか？うん、そうですね。先輩方が散々おっしゃってて、まあ、私もやろうって思ったのが、まあ、恥をかこうというところですかね。うん、僕もう言うて40が見えてる時年齢いけばいくほどやっぱりなんだろう、若い人が見てる前で恥ずかしいからっていうので、どうしても行動がなんだろうな、縮小しちゃってるところは、まあ、年々感じてはいたところだったので、殻を破るっていうのが難しくなってできてたんですよね。でも、まあ、ちょっとこれじゃやっぱり埒が明かないなって思って、何でもいいからもう恥ずかしいと思ったことをでもいいからやっていこうっていうような姿勢は心がけてました。そうするとやっぱり、まあ、こっちが絡われば向こうも絡わってくれるっていうのはやっぱり身をもって体験しましたかね。はい、なるほど、はい、そうですよね。まずなんかこう自分が相手の状況とかを知って、でなんかこう、これ聞いていいのかなとか、こんなことしたらなんかバカだなって思われるかなとか思いつつ、うん、まあ、言語的にちょっと、もちろん私もそうなんですけど、難しい部分ちょっと心で通わせるというか、それでこう信頼関係を徐々に築いていく大切さとかはすごい勉強になりましたよね。そうですね、うん、はい、日本とかだとね、まあ、なーなでやれちゃうので、どうしてもそんな恥かいバカな真似してまでっていうのはできない、できない、やらずに済ん、できずにやらなくても済んじゃうので、でも、うん、やっぱり海外に行ってからならではだったとは思いますけど、やってよかったですよね。新しい自分を見れた気もしますしね、うん、そうですね、新しい自分と世界をこう知ることができたなっていう感じはありますよね。はい、ありがとうございます。なんだかんだで1時間経ったので、増田さん、何も質問がなければ増田さんにお返ししようかなと思うんですけど、何か最後に欲しいでしょうか。はい、はい、お疲れ様でした。はい、あ、はいはい、すごく貴重なお話で、初めはこう PT の座談会という形で今回この NSD の企画って始まったんですけど、まあ、今日は PT、OT、ST が揃ってるんでね。あ、そうですね。ね、なんかこう、次回は次、ぜひまたここにこう看護師さんとかね、来ていただけたらなと思うので、はい、そういった形でいろんな方とこう、ね、こうコラボしながらこういろんな話ができたらいいなと思っています。うん、渡辺さん、こう、聞いてみたシリーズですけど、次どういった方と話したいとかってありますか？話す予定とか。そうですね。ST さん初めて、丸本さん、ST、単位を初めて丸本さんにお会いできて、あ、いろいろな話を聞けて、すごい面白いなって思ったんですけど、あとは私が全然知らないスポーツとか、あと、私も一応小児に関わらせてもらってたんですけど、小児以外の何か分野で、知ることができたらっていうのと、今増田さんがおっしゃったように看護師さん、もう今日参加者で看護師さんがいるっていうような話も聞いたの、あ、伺ってたので、何か看護師さんとかともコラボできたらすごい嬉しいなっていうふうに思います。なので、まあ、もしこう聞いてらっしゃる方とかでも、もし私もちょっとこう喋りたいなっていう人がいましたら、全然連絡していただければ、こういった形でね、こう何かこうやりたいことを実現できるような形を作るのが、まあ、こう NSD のこう
なんていうんですかね、コンセプトという形でありますので、まあ、ぜひ何か、看護師さんとかでも他のジャンルの方でも、まあ、この前も栄養士さんとか学校教育に関わっておられる方とかも出演していただいたので、まあ、いろんな、ね、分野にことを知ることも大事ですし、こうやって関わることも大事かなと思っているので、ぜひ、名乗りを上げていただいても構わないので遠慮なく、はい、ご連絡いただければと思います。はい、では、まあね、時間も1時間来ましたので、お二人今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。で、まあ、本日ですね、またこのあとちょっと画面共有しましょうか。本日この後、9時からですね、ベトナムの医療事情や教育事情という形でお話をしていただきます。で、実際ですね、まあ、作業療法士で JICA で活動していた美咲さんで、日本の医療っていうものをカンボジアとベトナムにこう海外事業として展開されている、まあ、責任者の平井さんで、ベトナム人に大学、ベトナム人でに対して理学療法を大学で教えている山本啓太さん、この3人の方にお話を今日はしていただきたいと思ってます。で、実際もし参加されたい方、申し込んでなくても今ちょっと送ったので、もし時間になったらここのログインをしていただいたら全然途中からとか、参加していただいても構いませんので、まあ、もし参加したい方、そのまま、またこの後参加していただければと思います。まあ、っていう形でね、いろんな形の PTOT だけじゃなくて、例えば、まあ、今回は JICA の活動にもなるので、今後ですね、例えばいろんなセミナーがあるの で今までお話ししていただいたお話はここのページのオンデマンドっていうところで、今は別に特に制限なく、今のところは、無料で過去の、視聴できますので、多分50本ぐらいあると思うんですね、今のところ。なので、まあ、お好きなところを見ていただいたらと思います。で、今後に関しては、先ほど言ったような、こう、渡辺さんもおっしゃったように、スポーツとかもこう今こう、5月に関しては、まあ、増やしていってます。で、実際、5月に関しては、まあ、障害者スポーツであったり、まあ、プロのフットサル、日本代表のコーチであったり、で、ここですね、JICA の作業療法士の方とスペインの一部で選手として活躍されている野口選手、まあ、この3人でちょっとこうお話をしながら、まあ、スポーツと海外協力隊の活動っていうのがなんか相まみえないというか重なるところがないように思いがちですが、実はこの前もお話してたら結構重なる部分があったんですね。なので、まあ、そういったところとかも、こういった多ジャンルの方とお話しすることで何か新しいことが生まれたり、いろんな海外協力活動とかのが世の中に知っていく機会になればなと思って、こういった企画とかもしていますので、もしね、こういったことをしてみたい、まあ、自分の経験を話してみたいっていう方がいましたら、まあ、ぜひまた私の方に、メールの方に送っていただければ、対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。では、という形で今日はこれで終わりたいと思います。すごくね、多ジャンルのお話だったんですけど、すごく僕も勉強になりましたので、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。はい。